ヤグアル2は、ドイツの対戦車ミサイル装備型の自走体、戦車ミサイル発射機、ラケーテンヤークトパンツァー4とも呼ばれる。ドイツ連邦軍が保有、運用していた。1983年から1985年に、かけて、162両の可能年ヤークトパンツァーが、ヤグアル2に改造された。可能年ヤークトパンツァーから手法を外し、 BGM-71 等発射機を上面に装備し増加装甲が取り付けられた。1989年、等ミサイルは性能向上型の等2に置き換えられている。1993年以降ヤグアル2はヤグアル1の改良型であるヤグアル 1A3 が導入されたことで段階的に廃止された。ヤグアル2はドイツの駆逐戦車の伝統的な放出設計を 踏襲している。車体として、マルダー不評戦闘車や、ヤグある位置にも使われた、ライクタファイグファムリーを使用したことで、ある程度軽量の車体となっている。鋼鉄製の全溶接構造で、走行の最大の厚さは5 0ミ、mm、リメートルである。基礎となる装甲は、カノーやンクトパンツァーのものである。これは、溶接組みされた10から5 0ミ、mm、リメートルの圧縁光であった。 カノーネンヤークトパンツァーからの改造に伴い、ゴム状素材で覆われた有効後半からなる増加装甲が干渉用に戦闘室前、側面に装着された。レオパルト1と同様のサイドスカートも追加された。8機の発煙弾発射機の位置は、カノーネンヤークトパンツァーが装備していた戦闘室後方から、車体前方下部に変更された。ヤグアル2の生存性は、 交戦距離において主に低い車高、高い速力で通常の戦車を上回ることに依存していた。ヤグアル2には武装として BGM-71 等発射機と対空機銃としても用いられるラインメタル MG3 が車体に取り付けられていた。等ミサイルは敵戦車と長距離で戦闘することが可能であり、最大戦闘範囲は3750メートルと、 想定されていた。1989年、投ミサイルは、より強力な投マイナス2ミサイルに換装された。12発のミサイルと 7.62X51mm、トルナトだ2100発が車両内に搭載されていた。ありがとうございます。